玄関ホールから中央階段、真ん中に大きな吹き抜けを抱く中央階段を3階まで上がりますと、このアインシュタインドームと呼ばれる大きなスペースに到達します。人造大理石による柱が途中で終わり、そこから漆喰で丁寧に作り込まれた白い大きな天井、そういったものがこの空間を作っております。建築の様式的にはゴシック様式と呼ばれるもので、その特徴は建物の外観と同じように先頭アーチ並びに柱上部から出ているリブによる天井、そういったところにゴシックの特徴が見られます。まるで中世の教会を思わせるような印象的な大きな白い空間です。この空間にはアインシュタインドームという通称名前がついておりますけれども、どうしてアインシュタインドームと呼ばれるようになったか、実はその定かな理由ははっきりしておりません。一方で伝え聞かされているのは、理学部初期の教授堀教授がドイツのポツダムにあるアインシュタイン塔、そういったものを見学されたという話がございます。そこはアインシュタインの相対性理論を実測するための観測用の塔です。その塔は中央に大きな吹き抜けがあり、上部から明るい光が差し込んでくる、そういった空間が印象的な空間です。堀教授はそういった空間に非常に印象を受け、この中世ゴシックの様式をまとったこのホールをアインシュタインドームと名付けた、そういうふうに伝え聞かされております。もう明らかにこの建物はこの建物の中心になっています。理学部の学生研究者がこの建物で勉学研究に勤しむために、この場所はその中心的な位置となっております。壁をご覧ください。ひまわりのレリーフがございます。あちらは南側ですが、あの南側だけではなく、東側には果物、西側にはコウモリ、北側にはミミズク、そういった違ったモチーフのレリーフが4箇所作られております。これは果物が朝、ひまわりが昼、コウモリが夕方、ミミズクが夜を表しております。昼夜問わず24時間理学部の構成員は勉学研究に勤しむようにとの理学部からのメッセージでございます。この理学部の中心的なアインシュタインドーム、そこにこういったレリーフが備えられている、これは非常にこの建物の特徴となっております。